はい、こんにちは、ジェイクモです。前回ですね、ここスケルトントラップを作ったんですけど、ちょっとですね、これだと見えない、ですね、こっち側に待機所、こっち側まで流れてきて、でここでですね、スケルトン倒すみたいな装置を作ったんですけど、で裏からでここ完成させたけれどですね、なんとですね、ここ、まあ、今スイッチが切れて、で向こうの明かりが消えてスケルトン湧くようになったんですけど、ちょっとですね、いろいろ調べてたら、どうもですね、これここまで離れてると、そもそもスケルトントラップからですね、てかトラップじゃない、このスポナーからですね、スケルトンがなかなか湧いてくれないということらしくて、でこのスポナーからですね、17マス以内だったかな、17マス以内に待機場を作らなきゃいけないらしいんですね。なので本日はそこをですね、ちょっと改造して直していきたいと思います。はい、ということで本日もよろしくお願いします。まずスイッチをここに、よいしょ、付け直して、でそれとですね、ここ、まあ、ちょっと今扉作ったんですけど、この上ですね、ここの上にスケルトンが湧いちゃうと、そうするとですね、スケルトンがここでこのスポナーの上で立ち止まっちゃうみたいなんで、ちょっとそこの上に湧き潰ししていきたいと思います。でその上に立つのに足場がないと、よいしょ、よし、これで OK。 じゃあ向こうからちょっとですね、いいか、こっちから行くか。一回ここの水流邪魔なんで剥ぎ取っちゃいますかね。で17マスだったっけかな、離れてないと、またそれでスポナーから17マス以内に、17マス以内だったかな、まあ近くに6体いると湧いてくれないらしいので、まあ、そこの部分もですね、なんでここからかな、ここから1,2,3,4,5 4か4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 マス、ここに穴掘ってやればいいのかな。でここを待機所にしてやれば、もうちょい掘るか、ある程度落下ダメージみたいなのも与えたいんで、じゃあここに待機所作りますか。ちょっと実験ですね、簡易的な実験をこれでうまくいくかどうかやってみたいと思います。でここに立っててうまくたくさんのスケルトンが流れてくるかどうかですね。ちょっと放置してみましょう。あ、違う、これダメだわ、忘れてた、水流してなかった、来るわけないわ。それとあれか、スケルトンが流れてこないのはあれだけど、あれを作んなきゃなんないですね。看板作らないと多分流れが途中で止まっちゃう、止まっちゃったか流れすぎちゃうので、看板をいらないものが多すぎるな。でここに流れてくるのではいいので、ここを一回止めちゃって、でここに看板置いて、あとは水流してくればいいだっかな。ほいほい、じゃあちょっと実験してみましょう。
あれ全然流れてこないな。止まってんのか、それともそもそも湧いてないのか。あれ湧くなぁ。こいつが悪いのかな。それかちょっと近すぎるってか遠いんですかね。じゃあこっち側から見よう。この辺だとちゃんと湧くのか。ちょっとここだと、ここを待機場にすると全然足りないっぽいんで、距離的にちょっと少しずつ向こうに近づいてみますか。でうまく湧くポイントを探してみますかね。これ17ブロックっていうのは高さを含めてなのかな。だとしたらもっと近いのかな。あそこまでが6ブロックあるから、6、7、まあここだよな。ちょここら辺で立っててみるか。ここで立ってていっぱい湧くようだったら、そしたら高さも関係しているっていうことなんで、ちょっと高さも含めてもう少し向こうに作らなきゃいけないってことですね。あー湧いてきてる、湧いてきてるな。じゃあ高さが関係してるのか。なるほどね。ということは、一旦ここで握りよう。ここの高さが35なんで、35からここを1、2、3、4、5。お、なんかついちゃった。でもこの辺の高さだったら大丈夫ってことなんだな、きっと。まあ深さ的にはこんなもんにしますかね。足りるかな。ちゃんと35だったかな。高さ的にはここなんで、ここ35なんで、35からで、しかもここまでが6マスか、約6マスなんで、35でここが24だから、まあ、約10か。だからもうちょい掘らなきゃダメなのか。まあちょっとこの辺まで掘ればいいのかな。この辺まであれば掘れば一応十分なはず。ちょっとちゃんと調べなきゃダメですね。ちょっと一旦調べてみよう。はい、ちょっと調べてみたんですけどね、ちょっとこのスケルトントラップに関してはですね、わざわざこんなめんどくさいことしなくても大丈夫そうなんですよね。というのは、まあとりあえず一旦この辺にあんまり深くないところ、まあ比較的湧きやすいところに失礼、くしゃみがこの辺かな、この入れた、この辺に一旦待機場を作って、でちょっとですね、僕が今思いついたやつをですね実践していきたいと思います。でここら辺買っちゃおうかな。急にくしゃみが、てかそんな下げるっていうか、もうここら辺でいいんじゃないか。実はあ、やっぱりちょい下じゃないとダメか。
はい、ということで一旦完成ですね。でここでちょっとですね、思いついたことっていうのはですね、ちょっと一旦拠点に戻っていきましょう。はい、でやろうと思ってたのはですね、まあ、この犬ですね、まあ、犬がいればですね、犬って勝手にスケルトン攻撃してくれるんで、3匹ぐらい連れていこうかな、勝手に攻撃してくれるんで、あそこで、まあ、スケルトン湧いたら勝手に犬に食べさせておけばスケルトン、そうすればですね経験値も一緒に手に入るんで、まあ放置で稼げるんじゃないかなと、経験値を。ということで、こいつらに一応名前つけたいな。名前をつけたいので、名札どこやったっかな。全く片付けてないから。あ、これやばいやばいやばい、これずっと動かしっぱなしだったまあいいや、もうこう放置しとこう、勝手に消えるでしょ。鉄のインゴット1個持ってるか。よし、じゃあ向こう向かいましょう。はい、戻ってまいりました。でこの3匹ですね、ちょっとテストしてみますか。一旦ここに座らせとこう。よいしょ、これで上のスイッチを切って、でこれで湧くようになるんで、よし、これで俺これここに立ってればいいだけなんじゃないかな。おお、やったやった。これでちょっと放置してみますか。はい、でちょっと放置してみたんですけど、ちゃんとレベルもアップしますね。ただなんか完全放置だとこの犬とかね、なんかダメージ食らってるっぽいんで、ちょっとその辺は気をつけなきゃなんないですね。なんか倒されちゃったりとかしそうだな。全く反撃されないのかと思ったら、そういうわけじゃないんですね。これ入れないようにこういうところから攻撃できるようにしとけばいいのかな。ちょっとその辺はですね、また今度考えてみたいと思います。で、まあ、せっかく名札とか、ちょっと一回上を止めよう。全部流れていったら、もう最後なんかいっぱい落ちてきた。はい、でせっかくなんでこの狼たちにですね、名前つけてきますか。
で鉄インゴットを持ってきたのはという前にこれ作んなきゃなんないわ。で一旦座らせて、まず首輪の色を こっちの2匹は青に変えて、2つズドックで、こっちは赤いズドックで、ズドック2体と赤いズドックで、でせっかくというかあれがないな、あ、看板あった、看板あるからここ名前ジャブローにしとこうこれジャブローにしとこう、おし、はい、という感じで、まあ、こんな感じでスケルトントラップのですね、テーマの使用を終わりにしたいと思います。でもうちょっとですね、ここの待機所の整備はですね、みんな向こうも打ち合ってんな整備はですね、ちょっと裏蔵の方で進めていきたいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。